バックベアード。バックベアードは、現代日本において、アメリカの妖怪とされるキャラクター。巨大な黒い円形に、枝のようなものが、放射状に生えており、中心に目がついた姿をしている。夕方、ビル街に出現する。その巨大な一つ目で睨まれると強烈なめまいを起こす。ため、ビルの屋上などにいると落とされてしまう。高科学スモックのようなものが正体だと指摘する。書籍もある。 現在、バックベアードやその元になったとされる伝承は、発見されておらず、バグベア、イギリスに伝わる、子供のしつけのために考え出された妖精からの着想ではないかという意見がある。しかし、微妙に語感が似ているという他に共通点がなく、その国、性質、容姿などにおいて、全く異なっている。現在知られている、この妖怪の所質は、 少年ブック1965年8月号の世界の幽霊、お化け百選で昆虫の目を持つとされている。え、岡崎敏夫、文、北川幸彦によるもので目をまともに見るとがから落ちたり、目らになるとあり、同様の妖怪が1967年の少年ブック付録にも掲載されている。1966年の 週刊少年マガジン掲載の水木しげるルの漫画、墓場の鬼太郎、妖怪大戦争の回で、西洋妖怪の総大将として描かれ、以後、水木の多数の雑誌掲載や原作漫画及びアニメに登場し、優になった。また、設定も変化していき、週刊少年マガジンの関東口へ、世界の大妖怪、1966年では、漫画、ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターとは別に、 目を見ると失明する妖怪として描かれた。また、水木による伝承の妖怪を解説した書籍、東西妖怪図へ1975年では外国の妖怪として紹介され、睨みつけてめまいを起こす妖怪、高科学スッグのようなものが正体として描かれ、以降の水木の妖怪関連の書籍は、東西妖怪図への絵や説明を基準にしている場合が多い。 一方で、伝承のある各国の妖怪に紛れて紹介されていたため、漫画からの創作であることを知られずに、日本国内において、妖怪や悪魔として、漫画やゲームなど様々な創作メディアで、およそ類似したデザインで登場し続けるようになった。バックベアードのその黒く丸い体に一つ目があり、そこから放射状に、多数の黒い枝が伸びたデザインは氷雪であるという。 主張が写真家の内藤正俊によってなされた。内藤は1989年発行の雑誌、日本学の表紙の言葉において、自身が朝日カメラ1964年4月号にて発表した新宿幻系キメラというコラージュ作品が水木しげるによって表説されと述べた。厳密にはバックベアードの最初期のイラストである週刊少年マガジンの 関東口へ、世界の大妖怪にある、一つ目の大妖怪、1966年、が、新宿幻系、キメラ、C、1964年の模写出る。同じく、週刊少年マガジンの漫画、墓場の鬼太郎妖怪大戦争第2回でも、初登場の絵には、模写が使われている。なお、さらに過去に遡ると、双方の作品が、画家オディロンルドンの描いた。 絵画、がメイコール気球に似ていると指摘されている。実際に水木は、歌詞本漫画、地獄において、ルドンの、メイコール気球をそのままのデザインで、鬼の宇宙船として描いている。西洋妖怪の首領、略称、ベアード。アメリカの妖怪で、黒い球体に巨大な一つ目と枯れ枝のような多数の触手を備えた、姿をしている。 その巨大な目を見るだけで強力な催眠術にかかり、ベアードの言いなりになってしまう。他にも、目いを引き起こしたり、強烈な眼光で目をくらませたり、相手を灰にするなど、原作漫画によって、眼力の効果は異なる。アニメ版では、破壊構成や金縛りの術など、原作以上に様々な術を使う。また場合によっては、手足を生やしての行動も可能。 残酷でずる賢い性格をしており、邪魔だと判断した人間や妖怪を平気で殺してしまう。ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪の中でも、割と早い時期から登場する強敵である。初登場は、原作漫画の、妖怪大戦争、アニメ作品では、第1作、第10話、妖怪大戦争、前編。ブリガドーン現象の中に住む、西洋妖怪軍の大将として登場し、 ドラキュラ、魔女、狼男、人トい狼、フランケンシュタインなど、大勢の妖怪を引き連れ、妖怪の国を作るため、機械ヶ島を占領した。島民の半数を殺し、島民解放に訪れた鬼太郎一行を全滅寸前まで追い込み、鬼太郎をも、催眠術で支配下に置いたが、ちゃんちゃん子の力を借りた目玉親父に、弱点である目をハリで突かれて絶命した。残る、 多数の部下たちも、鬼太郎親子が島に火を放ったことで、気象条件の変化により、ブリガドを減少ごと島を離れていった。その後は、原作漫画、妖怪ラリー、アニメ第1作、第54話で、アメリカ代表選手として登場するのをはじめ、宇宙旅行を計画したり、鬼太郎の世界お化け旅行、相撲大会に参加したり、 鬼太郎国鳥物語妖怪大相撲の巻と様々なエピソードに登場する。原作漫画では回を重ねるごとに単独で行動するようになっていったり、鬼太郎のベトナム戦記、妖怪、ロッキードでは鬼太郎の協力者になるなど、その描かれ方も変化した。原作では鬼太郎の宿敵として描かれる場合が多いが、登場作品はアニメ化されていないものが多く、 またアニメ第3作以降からはぬらりひょんが鬼太郎の宿敵として描かれるようになったため後期のアニメでは出番は多くなく原作ほど目立った活躍はしていない。あやかしきか水木しげるによれば水木本人はバックベアードを気に入っているようで形が面白いのでよく作品に登場させていると語っている。そのためゲゲゲの鬼太郎のカラーイラスト等でも 他の敵妖怪に比べて描かれている割合が多い。アニメ第一作、妖怪大戦争では、定期的に妖怪パーティーを開いていた、イギリスのハイジーンが取り壊されたことで、人間との共生を止めてしまう。仲間の西洋妖怪たちを先導して、人間を支配しようと企み、妖怪の国を作るための前線基地として、日本の機械ヶ島に目をつける。アニメ化されたことで、表情も、 比較的豊かになり、あくびをするなどお茶目な姿も見せている。鬼太郎を催眠術で支配したが、依頼人不死が命がけで灯した灯台の光で目が、くらんで催眠が溶け、正気に帰った鬼太郎に目を蹴りつぶされ倒れた。その後、第五十四話、妖怪ラリーで再登場。商品の佐渡ヶ島を手に入れるため、鬼太郎以外の選手と共同戦線を張り、進度妨害をさせていた。 この時は真っ黒な背景と区別するためか、ベアード自身が白色に変更されており、デザインも簡略化されている。アニメ第2作には登場せず、わずかに登場する西洋妖怪も、ベアードとの関わりは見られない。アニメ第3作には、劇場版、妖怪大戦争で初登場。ハレー彗星の接近とともに、部下の西洋妖怪を引き連れて放棄神透に突如。 出現する。島民を強制労働させて拠点となる砦を建造し、世界中の妖怪を呼び寄せて日本を征服しようと企んだ。巨大な体をしており、周囲に稲妻が飛び交うなど原作よりも派手に描写されている。ハレー彗星と何らかの関係性があるらしく、体内が宇宙空間のような異次元へ繋がっていた、劇中では詳しくは語られない。 そこへ鬼太郎を押し込もうとした矢先、ネズミ男たちが、鳥出の土台と異常潮流渦巻く、地下道とを隔てる岩盤を破壊、激流で砕けた鳥出の破片と脱出した、鬼太郎の毛張りで重傷を追いつい落。部下ともども水の竜巻に飲まれどこかへ飛ばされていった。テレビ版でも第46話、妖怪大統領コウモリ猫で、アメリカの妖怪大統領として登場し、第51話、 世界妖怪ラリーでもラリー参加者として罰した。この時は円盤状の体型になっていた。この回では他の西洋妖怪と対等な関係で狼男山女を騙して落とし入れたり、フランケンを目からの光線で倒すなどなりふり構わぬ。手段に出たため恨みかい、逆に鬼太郎は狼男山女を助けたことで彼らと和解した。最後は、 ゴール直前の鬼太郎との攻防で抜かれ敗北。それでも結果に納得せず鬼太郎を襲おうとするが、鬼太郎に味方した魔女にレース中の妨害行為の報復も兼ねて石化されるという自業自得の結末を迎えた。アニメ第4作では、第64話、激走。妖怪ラリーから登場。願いの叶う妖怪石を求めて、ラリーに参加し、 鬼太郎とデッドヒートを繰り広げ破れるが、鬼太郎が妖怪石で他の犠牲者と共に復活させた。第96話、妖怪王、ヌラリヒョンから西洋妖怪の首領として再登場。妖怪島を復活させる目的でヌラリヒョンと同盟を組んでいた。一度はヌラリヒョンをマグマへ突き落とすも、妖怪王の力を完全に得たヌラリヒョンによって地割れに突き落とされてしまう。また、 第四作は、イ下の妖怪が、これまでとは異なり、ウーストレル、ヨナルデパズ通り、ポルターガイスト、ゴーレムのほか、西洋妖怪四天皇として、コウモリ猫、グルマルキン、ブイ、ジャイアントなどとなっている。星野隆一の漫画、ゲゲゲの鬼太郎妖怪戦物語では、妖怪大戦争のメンバーに、ミイラ男やゴーゴンなどを加えて、日本を侵略。 さらった子供たちの魂で妖怪獣を育て、その実の霊力で悪魔相当デビルプルトを復活させようとした不死身で無敵の妖怪として登場。鬼太郎の活躍によってデビルプルトが破れたため逃げ去った。妖怪ラリーにも参加し、鬼太郎とデッドヒートを繰り広げ破れた。アニメ第5作では第18話古城に光る黒い目から登場。 ベアードの名前は古今には、うまくブアードと記載されている。西洋妖怪たちの大統領的存在と言われ、強大な魔力を持つ黒幕としていくわにわたって登場している。日本の地獄侵略を企んでいるが、活動範囲を広げるため、一時的に日本妖怪の総大将であるヌラリヒョンと協力関係を結んでいる。第三作劇場版同様に巨大な姿をしており、 その体を構成する、妖怪細胞は状況に応じ鋼鉄より硬く、ゴムより柔らかくなる高難自在であるため、目も含めて、波大抵の攻撃は通じず、体内は、毒素で満ち溢れている。強大な力を持つ反面、通常空間には、短時間しか出られず、普段は異空間に潜んでいる。また、相手に対し、ミスター、ミスをつけて呼ぶなど、 紳士的な言葉遣い態度で振る舞うが、その本質は冷酷無比である。ただし、高い知性を備えていること、理性的であることは、事実のようで、配下の西洋妖怪たちをまとめるにあたっても、直接的な実力より、むしろ政治力と統率力で従わせていると思われる、不死がある。部下に対しては、第九十五話で、魔女ザンビアのバレンタインプレゼントを、気持ちだけでも受け取るなどの優しさもある。 鬼太郎との直接対決は、第59話、クレムリン東京上陸。で、実現、街中に登場した際、ベアードの目を見たために金縛りになって、交通事故が発生するという、鬼太郎のベトナム戦記の設定に基づくんがあるし、鬼太郎の攻撃が全く通じず、体内に取り込んで、毒素で仕留めようとするが、鬼太郎が、ブライバリを使用したことで体内に取り込んだことが、あだとなり、 重傷を負って退却する。その後も、西洋妖怪たちを指図しながら、回復を待ち、リベンジを期していたが、アニメ打ち切りのため、リベンジマッチは実現しなかった。後半はオープニングにも登場し、敵側妖怪の中で最も目立つような演出が、されている。アニメ第6作では、第27話、襲来、バックベアード軍団から登場。 球場だった過去作と違い、ひび割れた空間に開いた黒い穴に巨大な目が浮かんだ姿で、目の周囲以外にも空間に穴を開け標的を引き込む能力を持つ。自らも妖怪の頂点に立つと称する西洋妖怪の帝王。ベリアルやブエルなどの悪魔をも廃下に置き、一度でも逆らったものには絶望を与える冷酷非情な独裁者。人間を妖怪奴隷に変えて支配し、 自らの帝国の領土を広げ世界を征服する、ブリガドーン計画を企み、その計画に必要な秘宝、アルカナの指輪を盗み出した魔女アニエスを追って、軍団と共に来日する。軍団がゲゲゲの森を襲撃した際に、オカミ軍アデルを手こずらせた鬼太郎に興味を持って姿を現し、目から衝撃波を放ってゲゲゲの森を蹂躙するが、アニエスが、 アルカナの指輪の力を起動したことで一旦撤退する。指輪は起動後一時的に姿を消し、起動場所から近いどこか、この場合日本国内に再出現するため、西洋妖怪と鬼太郎たちの指輪争奪が展開する。第34話では直々に猫娘たちを拉致、洗脳し攻撃できない鬼太郎を追い詰め、捕らえたアニエスに裏切りの制裁としてその光景を見せるが、 ネズミ男の全力の放棄で、猫娘たちは、洗脳から逃れ、鬼太郎のちゃんちゃん子パンチと自身の眼球内に、閉じ込めた、アニエスの魔法にって内外から貫かれる。しかしダメージを負った様子はなく、アニエスの魔力の成長を確認し、ブリガドオンのコアになれると言い残し去っていった。第36話では、アデルと交戦中だった鬼太郎を異空間に捕らえ、指輪とアニエスを手にし、 目から出した黒い涙で祭壇を作りブリガドーン、計画発動の準備をする。アデルが、アニエスの身代わりで、コアになろうとすることを見破っており、魔力が足りなかったことでブリガドーンを発動できなかった、アデルを完全に見下して捕らえ、アニエスをコアにするために鬼太郎とアデルを傷つける。二人の除名を嘆願するアニエスに自身への復讐を、促し、彼女をコアにして、 ブリガドオン計画を実行させる。三十七話では、揚力が戻った、鬼太郎の指鉄砲を受け一度は、倒れるが、体を変形させて、単眼の人型の姿を表し、本人曰く、この姿になるのは千年ぶり、その強靭なパワーと肉弾戦で鬼太郎を追い詰める。最後は、目からの光線と鬼太郎の指鉄砲との打ち合いとなり、その最中に、自分を帝王と崇めどれとなれば、 平和を与えようと、改めて幸福と復讐を促すが、その発言、特に耳長たちを、生きている価値すらない雑魚妖怪と侮辱したことが、鬼太郎の激しい怒りに触れ、さらに鬼太郎の怒りに同調して、赤くなった、霊母ちゃんちゃん子からも、霊力を上場されたことで、指鉄砲の威力が、一気に増大。そのまま押し合いに負け、人型への変形が、あだとなって、 大出力の指熱砲を全身で浴びてしまい、絶叫と共に大爆発を起こして消え去った。その後、アルカナの指輪は砕け散って消滅しぶりがドーン。計画は完全に阻止され、鬼太郎ファミリーと戦っていた西洋妖怪三人衆も撤退している。その生死は不明だが、爆発した際も魂となる描写がないことや、狼男ボルフガングが、 バックベアード様が負けたとしか発言していないことから、完全には倒されていない可能性も示唆されている。PS 日本ゲーム、ゲゲゲの鬼太郎異文妖怪期譚においても、西洋妖怪の総大将として登場するが、とある事情によって、吸血鬼一族、ドラキュラ、ラセーヌ、エリートより、下となっている。エリートには、敬語で話すのに対し、 ドラキュラに対しては嫌味な態度で接している。主に、水木しげるの作品に登場する特徴及び外見をモチーフにしたキャラクターが多い。一行、レム、インターネット上の電子掲示板サイト、双葉チャンネルの板、虹裏において、漫画、ゲゲゲの鬼太郎のバックベアードの一コマに、このロリコンどもめ、というセリフをつけたコラー油が投稿され、妖怪バックベアードが、 ロリータコンプレックスを一括するという二次創作設定が広まった。さらに、このバックベアードとセリフをモチーフにした萌え擬人化で、バックベアードの娘、ベア氏が考案された。このキャラクターのフィギュアが制作されて、コミックマーケットの企業ブースなどで販売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。